エレン・イエーガーだとはいエレンは始祖の巨人の保有者ですそしてエレンの生まれ育った志願なくの家の地下室には何か重大な情報があるとのことでしたそのエレンから父親の話を何か聞いたか確か今は行方不明で医者をやってたと聞きましたなんてことだ あの父親は生きていたエレン俺たちは被害者だお前はあの父親に洗脳されているいつか必ず救い出してやるからな少し父親と似てきたようだ